皆さんね、なんか年齢を重ねるごとに体調変わってきたなとか、年齢のせいかしらみたいな方もね、結構多いんじゃないかなと思います。自分のこうね、体を守っていく食事術について今日はお話をしていこうと思います。べっぴんきねべっぴん体質、鈴木ひろみです。今日もさやちゃんとやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんね、年齢重ねてですね、体変わったなとか、なんか今までと違うなとか、疲れが取れないなとか、まあ、いろんなことが起きている方も多いんじゃないかなと思います。まあ、この原因って皆さんね、何だと思いますか？それをね、どうしたら改善できるか、そしてその理由は何なのかみたいなお話をね、今日はしていこうと思います。こちらのべっぴんきんチャンネルではですね、麹にまつわるいろいろなお話をしております。麹はですね、日本の国菌である麹菌からできておりまして、お醤油もお味噌もみりんもお酢もお酒もですね、日本の調味料は麹からできております。醤油もお味噌もみんなね、普通に食べてるから、普通に麹食べてるよって思う方も多いんですけれども、まあ、今のね、お醤油とかお味噌とか、効率化、安価、大量生産というものでね、麹のね、パワーを使った調味料たちにはなかなか出会えないのがですね、今の現代になってしまっております。まあ、麹は本当にね、私たちの救世主だなというふうに思ってますので、ぜひたくさんの方にね、麹を知っていただきたいなという思いでですね、べっぴんきんチャンネルはやらせていただいておりますので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンとシェアもお願いできればと思います。はい、そしてこちらのね、べっぴんきんチャンネルの LINE 公式、お友達になっていただきますと、今日から使える麹レシピ10選をプレゼントしてますので、よかったらゲットしていただいて、いろいろね、まずは作ってみる、そして食べてみるっていうことをしていただけたら嬉しいなと思います。体に炎症が起きると、どのようなこう症状とか起こるんでしょうか？包丁で切っちゃったとかだと、そこがなんか頑張って治るために周りが腫れてきたりとかするじゃないですか。あれの炎症なんですけど、まあ、そういった急性の炎症と慢性的な炎症があります。で、急性的な炎症は、まあ、何かが起きた原因があって、すぐにそれを治そうと思ってるからあんまり心配ないんですけれども、継続的に起きてる炎症の方が怖いし、あとそれが、食生活とか生活習慣とかっていうところと大きく結びついていて、まあ、いろんな不調というのはこの慢性炎症が原因というふうにも言われています。慢性炎症の場合は本当に軽度の炎症なので、なかなか自覚症状がないというところが怖いかなと思うんだけど、まあ、喘息とかアトピー性皮膚炎とか、まあ、そういったアレルギー的なものなんか、そういうの起きるのは慢性炎症が続いてるということなので、良くないよねっていうことですね。それがどんどんなんかこう大きくなっていくと、自己免疫疾患みたいな風に呼ばれるものだったりとかして、まあ、女性とか40代50代とかは発症しちゃう人多いんですけど、関節のリウマチとかっていうのが女性は発症しやすいとは言われてるよね。まあ、動脈硬化だったりとか、糖尿病だったりとか、癌だったりとかみたいなのが先にあるみたいな感じ。慢性炎症って、まあ、まさに言われている未病みたいなとこだと思うんだよね。なんか病気ではないけど、まだこれから病気につながってしまうような状況っていうところになってくるかなと思うので、まあ、お薬とかではなくって、やっぱり食事療法で治すのが一番いいというふうにね、言われてますよね。ではその炎症を抑えてくれる神食材について教えてください。はい、2つ目、生姜になります。こちらのべっぴんきんチャンネルでもね、生姜特集してますので、はい、すごい見てくださってる方も多いかなと思うんですけど、有名な生姜オールとかジンゲロールとかみたいなものがあります。で、抗酸化作用ですね、まあ、それがありますので、余分なね、活性酸素をね、取り除いてくれるような効果があります。炎症ってね、この活性酸素とかっていうところがすごいね、原因になっていくんですね。なので活性酸素を取り除くっていうのが大事で、まあ、抗酸化作用があるものですね。で、そういうものをですね、取るといいです。2つ目はですね、みんな大好き玉ねぎでございます。玉ねぎにね、含まれるケルセチンというね、物質があります。で、こちらもですね、活性酸素を取り除く働きがあります。で、玉ねぎはね、まあ、腸内環境を整えてくれるオリゴ糖とかも入ってるし、食物繊維も含まれているので、腸自体もね、良くなるしっていうところになるし、活性酸素を取り除くっていうのもしてくれるっていうところですね。3つ目はですね、ベリー系ですね。ストロベリーもそうだし、ブルーベリーもそうだし、ラズベリーもそうですね。この辺のベリー系のものになります。その赤い色素はですね、アントシアニンというね、ものになります。抗酸化作用があります。季節的にはイチゴもいっぱい手に入るから、イチゴも
もいいよねっていう感じだけど、まあ、冷凍のフルーツはベリーミックスみたいなのもあるので、まあ、そういったものをねうまく使ってもいいかなと思いますし、フルーツ系の麹にしていただいて、ちょっと余っちゃったらなるべく早めに麹と一緒にしていただいてっていうのもいいかなと思います。続いて炎症を抑える食材を取る時の落とし穴、はい、生姜だと生姜チューブとか買ったりする方も多いかなと思うんですけど、あの生姜はいろんなもの入ってるものもあるので、チューブの生姜じゃなくて頑張ってすりおろすっていう感じがいいかなと思うんですけど、毎回すりおろすのはめんどくさいんで、まあ、生姜麹とか作っといていただいてもいいかなと思います。で、まあ、生姜系のドリンクとかは何か入ってるものとかも多いので、いろいろ入ってないかを見ていただくのがいいかなと思いますね。生姜ね、玉ねぎとかはお野菜として取る時とかにドレッシングいっぱいかけちゃうとかはやっぱりもったいないかなと思うんですね。で、玉ねぎはいっぱいレシピとしてはあるので、玉ねぎ麹もそうだし、玉ねぎセロリ麹もそうだし、そんな感じで玉ねぎはね、なんか麹にしていただいてもいいかなと思うし、あと料理としても玉ねぎを一番下に引いて、きのこ引いて、お肉引いて、で醤油麹とかで蒸し煮にするとかみたいな感じでしていただいても、玉ねぎって水分出やすいので、そう鍋焦げないので、まあ、そんな風にしていただくのもおすすめですね。そしてベリー系のものね、皆さんお好きかなと思うんですけど、アイスだったり、あとはヨーグルトだったり、人工甘味料だったり、お砂糖がたっぷり入ってたりするものも多いので、その辺はねぜひベリー系はベリー麹やっていただくといいかなと思います。すごい簡単に作れるし便利だよって感じですはい、あとはベリー系のものはスムージーにしていただいてもやっぱり美味しいかなと思うんで、ベリーと豆乳となんか甘酒とかみたいな感じでやっていただいてもいいかなと思いますので、ぜひ麹で甘さをつけたりとかしていただくように作っていただくのがポイントかなと思います。ということで今日はですね、まあ、炎症のお話をさせていただきました。なるべくね、体に対して優しいものを取ってあげたりとかすると、そういった炎症も少し抑えることができるかなと思うので、調味料はぜひ引き続き麹のいろんな調味料を使ってみていただければなと思いますし、まあ、毎日のお食事でね、あの改善できたりとか、あの予防できたりすることはね、本当にいいことだなと思うので、ぜひいろいろお試しいただければと思います。ということで今日も皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。こちらの別品銀チャンネルはですね、毎週水曜日朝6時20分からですねライブ配信してます。はい、みんなでいろいろ作ろうということでやってますので、よかったらですねご参加ください。はい、そしてですねライブの情報はですね、毎週日曜日にですね、今週のレシピとですね、使うものですね、そしてご用意いただきたいものをねお送りしてますので、よかったらそちらねご準備いただいて、水曜日朝6時20分に30分でライブは終わりますので、ぜひよかったら一緒に何か作っていただければと思います。アーカイブ残ってますので、動画ライブとかいろいろねショートとかあると思うんだけど、そこのライブのとこ見ていただきますと見れますので、よかったら見てみていただいてですね、はい、ぜひご参加ください。ということで今日もありがとうございました。皆様素敵な一日をお過ごしください。またお次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。ひろみさん、質問が来てます。はい、いろんな麹を作るにあたって、うん、ヨーグルトメーカーで58度と、うんうん、お話しされておりますが、はい、最低何時間、最高何時間という幅を教えていただきたいです。早く作りたいとか、その時間に帰ってこれないなどのということがあるので、融通は効くものなのでしょうか。57度で7時間というのが最低かなと思うんですけど、まあ、最低でも6時間でやったことがあるかな。それ以下ではやってないです。なので6時間以上がおすすめですけれども、まあでもいろんなレシピ見ていただいても6時間以下のものはあんまりないかなと思いますね。早めにやりたい時に関しては60度まで上がるとか58度まで上がるのに時間がかかるじゃないですか。なのでお水からじゃなくて、合わせるお水の温度帯を高くするっていうのはいいと思います。熱すぎると麹の酵素失活しちゃうのでダメなので、58度以下ぐらいにしていただくといいと思うんですけど、工夫するとちょっと時間が短くできるかなと思います。